大変寒いですけれども、盆天日和といいますか、大変きれいな雪景色の中で、行われていることを心からお喜び申し上げたいと思います。昨年は大震災をはじめ、我々のところでも豪雪、そして水害など大変災害の多い年でありました。誠に残念であります。被災地は今、懸命に復興に向かっておりますが、皆さんで最後まで被災地を支えていただきたいと思います。そしてこの川を渡る盆伝、これ今、伊豆山神社にどんどん登っております。一つ、昨年のさまざまな災い、全部払っていただいて、今年こそ無病息災、家内安全、そして災害のない年になるよう、皆さんとお祈りしながら盆伝を送りたいと思います。今日はゆっくり楽しんでいただきたいと思います。こっちもう少し。